こんにちは、奥園敏子です。今日は太巻き寿司を作りたいと思います。巻き寿司レシピ第2弾です。以前、巻き酢を使わずに誰でも上手にできる巻き寿司というのを紹介しました。その時は魚肉ソーセージを使ってもう簡単にシンプルにできる方法を紹介しました。今回はいろんな具材を入れた時に上手に巻ける方法を紹介したいと思います。バラバラした具材とか入れると巻きにくいんですよね。でも今回のやり方を覚えておいてもらうと誰でも上手に巻けます。だけどいろんな具材用意するの大変やって思った方、大丈夫です。そこは奥園流、簡単に作れる具材も合わせて紹介します。この時期節分の恵方巻きなんかにも重宝する一品になっています。では今回も楽しく作っていきましょう。材料です。まずご飯、これは温かいものです。炊きたてでなくても大丈夫です。砂糖、塩、お酢、焼き海苔、青じそ、エリンギ、きゅうり、卵、ツナ缶、梅干し、かつお節、その他の調味料については作り方のところでその都度紹介します。では寿司酢を作っていきます。混ぜるだけです。お酢、砂糖、これちょっと甘さ控えめになってます。塩、電子レンジに30秒ほどかけます。さあ、これで熱くなったのでね、これで砂糖と塩がきれいに溶けます。では酢飯を作っていきます。もうご飯に合わせ酢を混ぜるだけなんですけど、ここで大事なのはね、ご飯があったかいことです。ご飯は炊きたてなくても大丈夫なんですけれども、あったかいものを使うのが大事なところです。じゃあこれを入れていきます。でね、合わせ酢を入れたら一瞬ちょっと待って、全体に行き渡るまでちょっと待ってから混ぜるとうまく混ざります。もう寿司ってね、この上の中にこのいい香りがするのがいいですよね。ちょっと幸せな気持ちになります。これで全体に混ざったら、熱々だとちょっと巻きにくいのでこのままちょっと冷ましときます。ちょっと表面乾かないようにラップをして置いときます。一番最初に酢飯を作ってもらって具材を準備してもらうっていうぐらいの時間でちょうどいいかと思います。さあ、これで寿司飯の準備ができました。では今回の太巻き寿司の具材の説明をしていきます。今回巻いていくのはこの5つです。青じそ、きゅうり、卵、そしてツナ、梅、エリンギの甘辛煮、この5つを巻いていきます。青じそときゅうりはね、もう切ってそのままなので、この3つについて作り方を説明します。卵にみりんと塩を入れて混ぜます。卵焼き器を火にかけて熱くします。ここはいつもの通り水滴技。ごま油を入れて卵液を一度に入れ大きく混ぜます。全体が固まってきたら火を止め、パターンと2つ折り、アルミホイルをかぶせ5分ほど置き、余熱で中まで火を通します。あとは棒状に切ったら出来上がり。卵をパタンと2つ折りにしたことで簡単にちょうどいい厚さになります。エリンギを食べやすく手で裂き、耐熱容器に入れます。ラップをして電子レンジに2分かけます。砂糖と醤油を混ぜ、かつお節を混ぜたら、今度はラップなしで1分電子レンジにかけ水分を飛ばします。あとはわさびを混ぜてうまみをプラスすれば出来上がり。干し椎茸の甘辛煮を作るのはしんどいなーっていう時もこれなら簡単でいいですよ。梅干しをキッチンバサミで切ってペースト状にします。種は入れたまま。ツナ缶を混ぜ、みりんも加えます。このみりんがポイント。少し甘めの味がお寿司によく合います。では巻いていく前
にまず海苔の説明をさせてください。これは奥園流巻き寿司を作ってくれはったことある人はもう知ってあると思いますけれども、奥園流はこの海苔を半分に切って使います。そうすることによって巻き酢を使わずに誰でも上手に巻けるんです。で、海苔を半分に切る時の切り方の方向にポイントがあります。海苔って正方形に見えるんですけど、これ長方形なんですね。こっちの方が長くてこっちが短いんですよね。で、切るときはこの縦の長い方向を引かせて半分に切ります。こういうふうに切ります。これハサミ切ってもいいんですけども、手で切りますね。こういうふうに切ります。こうですね。なのでこちらが長め、こちらが短めにする方が巻きやすいと思います。これで海苔の下準備ができました。では具材の準備ができましたので巻いていきたいと思います。あとね、ここ以外にもう一つ手水っていうのを用意してください。これはお水にお酢を入れたものです。これで手を濡らしながら巻くとね、ご飯粒が手につきません。今回はラップで巻いていきます。ちょっとまな板を縦向けにします。そしたらここに海苔です。海苔はね、ツルツルとザラザラがあるので、ツルツルが外側に来た方がいいので、そのツルツルを下向けておきます。そしてここにご飯です。今回ご飯2杯分で、これが4本できますので、先に4等分してだいたい4分の1ここに乗せますね。そしたらここで用意していた手水です。これでね、ちょっと手を濡らしてこれを広げていきます。これね、もうなんかベチャってやるとね、海苔みたいに、ね、なんかご飯粒がベタってなるんでね、ちょっとチュン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 ってしながら伸ばすのがポイントです。さあ、いろんな具材を入れて巻くときに大切なのがね、ここに乗せる順番なんですよ。手前にね、形のしっかりしたものから乗せていくとね、上手に巻けます。今回の具材でいくと一番形がしっかりしてるのがこの卵なんですね。卵を乗せてで、そしてキュウリです。キュウリ、ほら、この2つはそのバラバラしないのでね、巻きやすいんですね。この向こう側に巻きにくいものを乗せていきます。このツナはね、なんかこう柔らかいから巻きにくいですよね。だからなので、ここでこう乗せるんです。ここにこうキュウリに寄り添うように乗せます。そしてエリンギをこの上に乗せます。ちょっとバラバラしそうなものはちょっと1箇所にこうまとめてやっとくとね、うまくいきます。そしてこのまま巻くとバラバラするので、ここにですね、シソをね、ここに乗せるんです。こう1枚でもいいけども、ちょっと2枚乗せときます。今回ほら、こうしてここやるとここがガードされるのでバラバラしにくいんですね。ここからはもう簡単です。これを持ち上げて、こうするとほら、ここの卵はバラバラしながら巻きやすいんですよね。そしてこれをこのまま持ち上げて、ここ手でシソのところを押さえながらこのまま持ち上げて、ここのご飯のところをいきます。で、ここのご飯とここのご飯をくっつけるんですね。これでピタッとくっつきます。そしたらここのラップを外して、あとはクリンクリンとすると、ここにまだちょっとご飯が残ってる状態ですね。これが海苔代わりになっていきますので、このまま海苔でいきます。はい、これでまたここまでいったらクリンクリンってして、そして両端をちょっとここに入れ込みます。キュウリなんかもちょっと入れ込んで、はい、これで上手に巻けました。さあ、これで4個全部巻けました。では切っていきます。では切っていきます。切る時のポイント2つあります。以前も紹介してるんですけれども、覚えてありますでしょうか。1つ目は包丁を濡らすことです。今回キッチンペーパーを水で濡らしてます。これでね、ちょっと包丁を濡らすんです。これでね、ご飯粒がくっつかなくて上手に切れます。これが1つ目のポイントです。切るときは引き切りです。こうやってグーグーってやるとね、潰れるんですよ。ですから引いて押すの2回で切ります。こんな感じです。だいたい 4切れに切るので、これぐらいで
包丁の根元をつけていきます。引いて押すです。引いて押す。ね、そしてまた一回ずつこれを濡らしていきます。引いて押す。一回ずつ濡らして引いて押す。そしたら、はい、こんな風に上手に切れました。おいしそう。ささっと作って失敗なし、誰でも手軽に巻き寿司名人、ワクワクドキドキルンルンを一緒に巻けば世界に一つのめちゃうま幸せ巻き寿司の出来上がり。では早速食べたいと思います。いただきます。巻き寿司ってなんかテンション上がりますよね。じゃあちょっと手でいかしていただきます。そしてね、バラバラする具材の上にはシソを乗せて、さらにガードして巻くことによってね、誰でも上手に巻くことができますので、このやり方ぜひぜひやってみてください。巻き寿司ね、ちょっと手がかかるように思うかもしれませんけどね、作ればね、これがすごい楽しいです。慣れればすごい楽しいし、食べてもすごく楽しくってね、あー、また作りたいなって思うようになりますのでね、楽しく作って美味しく食べて、また明日も元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ、万能塩もみキャベツ入り太巻き寿司。きゅうりの代わりに万能塩もみキャベツを入れました。ツナマヨ、ちくわ、紅生姜、チーズ、家にあるもの何でも具になる。もっと自由に、もっと楽しく、もっとワクワク、巻き寿司ワールドは無限に広がります。この動画を見て作りたくなったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。